で入れて、はい、土地名詞ですね。はい、行きますよ、はい、じゃあこれ読んで、はい、世間知らずの女子おー、まあまあね、シンプルな、はい、シンプルだね、タイトルやな、世間知らずの女子、女子ね、はいはい、4番目の叫ぶやつうわー、4番目の叫ぶやつ、ちょっとなんか思ったこれ、なんや、全く見えへんな、はい、あなたの街のデカめの鬼あー、なるほど、おどうや、うん、ここにオチはあんのかな、うんそうやな、じゃあ、あなたの街のデカめの鬼やってください、うわはい、ね、はい、じゃあ、ちょっとね、ステージではステージ、ステージどこですか、ステージ、いつものどっち、ここそう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 、ステージ黒板の前やったら、はい、はい、もういいか、なるか、はい、これやります、はい3、2、1、ドン！あー、やっぱり地元って落ち着くな。そやな、落ち着くな、地元は。地元落ち着くよな。地元はほんま落ち着く。やけに落ち着くねんな。なんでこんな落ち着くんやろうと思うねんな。やっぱな、その違う町で一人暮らししてから気づくよな、地元が落ち着くの。あー、そやな、俺も思うわ、それ、うん、うん、今までは思わなかったけど、やっぱりどっか東京とか行って帰ってきた時に気づくよな、うん、あ、めっちゃええやんと思うもん、めっちゃええやん思うな、うん、あほんまに、あれなんか身長伸びた、え、俺、うん、いや、まあそんな別に、ほんま、うん、伸びてないけど、あ、そう、だったらいいけど、うん、あれえ、え、え、え何なんかさっきより伸びてないよ、別にそんな身長なんてすぐ伸びるかい、あ、そう、うん、やったらいいけどさ、いやでもやっぱ落ち着くよな、ほんま地元だしな、なんでだろうな、ええ、え、なんかさっきよりでかなってない、そんなことないよ、え、なんか声も変わってるやん、変わってないよ、え、なに、どういうこと、なに、え、なんかでかめやん、変わってないよ、え、なに、声もどうしたん、なにな、突然変なこと言わんといてえな、お前もしかしてこの町に昔から言われてる都市伝説、この街それ以上言わんといてえな、絶対そうやん、それ以上言わんといてえな、絶対そうやん、やめてえな、それ以上言わんといてえな、お前そうやろ、都市伝説のこの街にいるデカめ、ほらどんどん寝られやん、え、デカめどころちゃうやん、え、めっちゃデカいやん、え、めっちゃデカいやん、こいつら、え、どんどんデカいやん、デカ、あー鬼来た、デカ鬼来た、デカ、お前なんなんじゃ、お前なに、成長期、デカ鬼来た、お前成長期、お前成長期か、成長期で関節が痛い、そうなりましたか、なるほどねいやいや、二人ともどっちも鬼やないところから始まると思えなかったわあどうする感じやった、そうですね、いや、何もわからんまま、うん、そうですね、まあでも多分最初、うん、まあ僕鬼はやりたくないなと思ったんで、うん、あらかじめ板付きしたんですけど、はいはいはい、まあでも多分鬼ではけえへんやろなっていうのを感じました、うんうんうん結構なかなかわからんかった、やりながらなかなか難しかった難しかったこれレベル高かった結局、あ、まあ、あ、終わり方あれでよかったか、あ、よかったタイミング、あっこですね、もうちょっと何かあった、あの、何もないです、何もない空っぽでした空っぽだったか、はいまあでもこっち、なんか成長期の鬼でね、もっとでかい鬼都市伝説がすごいほんまにでかい、ね、うん、うん、うん、なんか久しぶりに帰ってきたら思いっきりそういうの街になってたってはい、うん、なるほどなるほど、わかりました、わかりましたよ、緊張感、緊張感はあるな